こうした中、内灘町にあるこちらのラーメン店で販売されているのは、お待たせしました、すずちゃんの塩ラーメンになります。このすずちゃんの塩ラーメン、今しか食べることができません。どうしてかというと、すずの食材を使ってすずのラーメンを、まあ、食べていただいて、でその一部の金額を募金としてすずに回そうということで企画いたしました。企画した店主の宮川聡さん、地震が起きた後すずに入り、トッピングのわかめや海苔などラーメンの材料はすべてすずで仕入れました。やっぱすずは海産物が多くてですね、まずわかめ、すず産のわかめ、これなんかも春に取られたばっかりの、はい、わかめを何種類か使いまして、トッピングに使いまして、で、すずというと揚げ本方式で塩もたくさん作られておりますので、それを何種類かブレンドしまして、ラーメンの塩だれを作っています。すべてすず産で作られた特別なラーメン、代金のうち200円が募金されることになっています。あっさりとした塩の感じで大変美味しいです。僕にはなかなかちょっと他人の子みたいな感じで、大変いい取り組みだと思います。お金を渡すっていうことよりも間接的にの方が渡しやすいものではあると思うので、どっちの方がいいかなとは思います。なお、お客さんはすずの塩キャラメルとトッピング無料券がもらえます。実は宮川さんは2016年の熊本地震からこうした取り組みを継続していて、今回が7回目です。自分にできることが、まあね、ラーメンしかないと言いますか、ラーメンを通じてやるのがラーメン店主として一番分かりやすいですし、素材やそこの地区のラーメンを知ってもらうことによって、ああいうラーメンあったなと言って立ち寄ったりもできますし、そういう面で力になれればなと思っております。